はいどうも、翔平 TV です。はい、本日はですね、皆さんにご紹介するバットがあります。それがこちら、じゃん。はい、こちら SSK のですね、 MM18 とライズアーチです。はい、本日こちらのバットを室内練習場で指導してました。まあもうあいにくのね、梅雨の時期で雨なんで、ちょっと室内でやるんですが、まあ次回ね、あの晴れた時に実際打ってみたいなと思います。で、今回はですね、室内練習場で実際に打ってきたんで、その映像を、ありますので、ご覧ください。そしてこれですね、まあ特徴としてはこの MM18、 こちらウレタンなんですけども、だいぶこう分厚いね、ウレタンがこう巻かれてるわけですよ。 85.5cm、 一番長いやバットです。で、こちらは去年ですね、だいぶあの話題になりましたライズアーチですね。はい、中にバネの構造がある、はいはい、カーボンで飛ばしていくバット、はい、で、これ結構軽めですよね。はい、こちら 84cm、 720g。 こちら打った動画ありますので、ご覧ください。どうぞ。あ、やばい。あ、読むことも気がする。あ、やばい。これで僕は飛びます。さあさあ、はい、あ、いいね。はい、やばい、これ。はい、あ、いいね。はい、あ、いいね。低い打球、いいね。はい、これめっちゃいい。はい、これめっちゃいい。今めっちゃいい。飛びすぎて、ごめんなさい。ごめんなさい。乗る感じがあります。はい、こちら。ライザーチ、イエス。はいはい、おライダー性がストレートで、はい、はい、あー、これ、はい、はい、はい、というわけでバット打ってまいりましたけども、映像を見ていかがでしたかね。まあ僕みたいな、まあそこそこのね、体格のあるね、まあ、野球やってる野球人であれば、まあ、やっぱウレタンの方が向いてるんじゃないかなってあの思いましたけども、まあ、こちらのカーボンもだいぶ軽いので、あの力のない方も飛んじゃうよということで、力のない選手でもこれを使えばね、バーコーンと飛んでいくんでね、ぜひともこちら、使ってみてほしいなと思います。僕の好み的にやっぱりこっちの MM18 の方がやっぱいいなと思いました。で、まあ打った感覚もですね、そんな力入れなくてもバコーンと飛んでいくんですよ。これすごい気持ちよかったですね。まだロンティーやったことないんで、ロンティーで 120m 超えをね、打っていきたいなと思いますので、次回ロンティーする機会ありましたらね、やってみたいと思いますんで、天気が晴れるようにね、本当に祈っていたいと思います。本日はこちらの、MM18 ライズアーチをご紹介しました。協力してくれました、大井チャンネルの大井くんも動画の概要欄にあのリンク貼っておきますんで、チェックの方よろしくお願いします。そして翔平 TV のチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。というわけで、コメント高評価よろしくお願いします。それではお会いしましょう。プリントするグローブはこれプラスこちら見ましょう。はい、これ、はい、HZ プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したら、プレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それでは、アウリオシタ、アツオ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。
スライダー中途半端逃げ道